おはようございます。今日の話は未来のお金の稼ぎ方という、児玉貴博さんの本の中から紙幣の時代の終わりということです。私たちのお金は今大きな変革の時を迎えようとしています。流れとしては2つあります。一つはお金の完全なデジタル化です。そう聞くと今のキャッシュレスでもデジタルではと思われるかもしれませんが、キャッシュレスはあくまでも紙幣や硬貨のデジタル化、これから始まろうとしているのは最初からまあデジタルで発行されるお金のことなんですね。でもう一つもやはりデジタルですが、新しい概念のお金の始まりです。どういうものかと言いますと、企業や個人が発行するお金なんですね。でお伝えしたいのは、おそらくこれから数年のうちに私たちの生活にはこれらの新しい形のお金が入ってくるということ。そしてお金は形だけでなく、その使い方や稼ぎ方も新しいステージへ進んでいるんです。理由はテクノロジーの急速な進化、例えばアメリカのテスラ社が開発するハイパーループ、空飛ぶ鉄道と言われていて、技術的には東京大阪間をなんと20分で移動するんですね。インターネットの通信速度もまだまだ加速し、現在は 5G ですが、数年以内に 6G、7G へと進化していくでしょう。極めつけはバーチャル空間として注目されるメタバースです。バーチャルな空間に世界に入ることができるメタバースは特に多くの可能性を示唆されています。例えば自宅にいながら海外のアーティストのライブに行ったりするというようなことなんですね。テクノロジーの進化によって社会が変わる、すると自然とそこで生活する我々も欲しいものや必要なものは変わってきます。収入を得るための仕事やキャリアも時代に即したものが選ばれるようになるでしょう。で留意、そこで留意したいのはですね、今のテクノロジーが進化するスピードというのは人類史上最速レベルだということなんです。でお金のメガトレンドについて児玉さんはこういうふうに言っています。次世代マネーの鍵となるデジタルのお金には次の3つのカテゴリーがある。暗号資産、CBDC、スティーブルコイン。CBDC というのは中央銀行が発行するお金で、日本ならデジタル円なんですね。でスティーブルコインというのは暗号資産の一種で、国が発行する法定通貨ではなくて、企業や個人がブロックチェーンを使って発行するコインです。一般的な暗号資産との違いは、このコインの価値はですね、担保されているんです。それは何で担保されているかというと、法定通貨なんですね。で一般的な暗号資産というのはこういう担保がないということです。で未来のお金の稼ぎ方としては児玉さんはこういうふうに言っています。自分という人的資産にまず投資しようと、学ぶことにお金を使うこと、そして上りのエスカレーターに上ること、成長産業にいるということ。じゃあ今日はこれで終わります。